日米で AWS 合同訓練が実施された情報をキャッチしました。今回はこの追潜水艦戦闘の訓練を詳しく見ていきます。相模湾で実際に魚雷を使用しての訓練は異例。アメリカ海軍もまた、この AWS 合同訓練は世界でも日本が初めてとなります。2022年に入り、ロシアの動向や北朝鮮のミサイル発射に代表されるように、日本周辺の軍事情勢は緊迫感を増しており、改めて軍事力を自国の政策の寄り所とする独裁国家の危険性が目に見えて感じられる状況が続いている。そうした最中で、日本は環太平洋における同盟国や準同盟国との連携を深めるための共同での軍事訓練を行っており、この2022年3月にも、アメリカやオーストラリアとの、そうした軍事訓練の実施や予定が報じられている。まず、アメリカとのこうした軍事訓練の、この期間の実施例としては、3月8日、および10日の2日間に、相模湾で行われた、AWS、対潜水艦戦闘があり、海上自衛隊とアメリカ海軍とが、所定の回転翼、飛闘を投入して実施された。この海上自衛隊とアメリカ海軍との軍事訓練には、前者より SH-60kg 哨戒ヘリが、後者より MH-60 ラウンドシーホークの各々の回転翼機が参加し、実弾ではなく、訓練用の岩場模擬弾である、航空魚雷を用いて行われ、この形式自体が初の取り組みとなった。アメリカ海軍に所属する MH60 ラウンドシーホークは、通常は海軍基地も置けかれているアメリカ本土のカリフォルニア州サンディエゴにおいて、航空魚雷の発射訓練等を行っており、今回の合同軍事訓練は初の試みとされる。ちなみに、今回の海上自衛隊とアメリカ海軍とのこの合同軍事訓練の実施海域について、海上自衛隊側は、相模湾、アメリカ海軍側は、東京湾と述べており、前者は、これがマスコミ報道されることで、国民に与える印象に考慮していることが忍ばれる。今回のこの合同軍事訓練は、回転翼機を用いた AWS、対潜水艦戦闘を想定したものであり、前述のように、海上自衛隊側が準備した訓練用の模擬の航空魚雷を使用して実施され、その回収も海上自衛隊側の輸送艇が担っている。アメリカ海軍の MH60 ラウンドシーホークは、同国の回転翼機製造企業であるシコルスキーエアクラフト社が、同海軍艦艇搭載用に1970年代に開発した SH60B シーホークをベースとしており、これは、すでに、40年以上の運用実績を誇る機体である。この中で、アメリカ海軍の MH60 ラウンドシーホークは、回転翼の艦載機として、AWS、対潜水艦戦闘以外にも、軽微な輸送任務や、各種の連絡任務、観測任務等、多用途な任務、ラムプス、ライトエアボーンマルチパーパスシステムに対応すべく開発されたものだ。だが、やはり、大型の原子力航空母艦の艦載機としての MH60 ラウンドシーホークは、その最大の脅威となる、敵国の攻撃型潜水艦の排除を担うことが、大きな役割としてあり、その探知、探索用に釣り、下げ式のソーナーやその部位を装備し、2005年より実戦配備されている。今回の合同軍事訓練に参加した、アメリカ海軍の部隊は、第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊、セイバーホークスと、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊、ウォーローズの2隊であり、これらは、共に、神奈川県の厚木海軍航空施設に所属している。海上自衛隊側から、参加した SH-60kg 哨戒ヘリも、同様に、
神奈川県の厚木基地に所属する第51航空隊に所属する機体であるとされており、日本、アメリカともに合同軍事訓練の実施場所からほど近い位置にある部隊が参加したと言えそうだ。これらのうち、アメリカ海軍の第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊、セイバーホークスは、1987年9月25日に、まず、第47系ヘリコプター対戦飛行隊として発足し、2009年の再編成によって、現行の部隊となったものである。この第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊、セイバーホークスは、2015年から、神奈川県の横須賀を母港として配備された、ニミッツ級原子力航空母艦9番艦、ロナルド・レーガンの艦載部隊となり、同艦の第5空母航空団の一部となっている。この第5空母航空団は、母艦である、ロナルド・レーガンが横須賀へ入港した際には、回転翼、MH60 ラウンドシーホークを運用する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊、セイバーホークスでは、前述のように、厚木海軍航空施設に、それらを駐機する。そして、それ以外の第5空母航空団の固定翼機は、山口県の岩国基地に駐機することとなっており、これらの固定翼の艦載機が、その際に、FCLP、陸上空母離着陸訓練を行い、航空母艦運用の練り度を維持すべく、鹿児島県の馬毛島の整備も進められている。第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊、ウォーローズの方も、第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊、セイバーホークスと、同様に、アメリカ海軍太平洋艦隊のヘリコプター海洋打撃航空団に所属しており、第7艦隊の艦艇に、機体を供給している。これらアメリカ海軍の第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊、セイバーホークスと、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊、ウォーローズや、海上自衛隊の第51航空隊等の連携は、同じ厚木を拠点とする部隊同士の、その強化を示すものだろう。これに先駆けて、前年の2021年10月にも、日本の海上自衛隊とアメリカ海軍の厚木基地所属の部隊は AWS 対戦水艦戦闘の合同軍事訓練を行っており、日米双方が相互に戦術面での連携を深めているとの見解を表明している。海上自衛隊では今回の発射訓練に用いられた模擬の航空魚雷を回収する担当として2隻を保有する輸送艇のうちの2番艦 LCU-2002 を投入しており、これは、基準排水量420トン、満載排水量540トン、全長52メートル、全幅 8.7 メートルの艦艇である。この輸送艇 LCU-2002 は、その排水量からすれば、小型の艦艇だと感じられるかもしれないが、人員ならば最大200名、貨物であれば、最大25トンの積載が可能とされており、SH60 キロ哨戒ヘリとともに、今回の合同軍事訓練に参加したものだ。輸送艇 LCU-2002 は、アメリカ陸軍が保有する、ラニーミード級汎用揚陸艇の基準排水量672トン、満載排水量1102トン、全長 53.03 メートル、全幅 12.80 メートルに近いサイズ感ではあるが、後者が戦車を輸送可能であることに対し、その能力は有していない。ちなみに、海上自衛隊では、この輸送艇は、前述のように2隻保有するのみであるが、アメリカ陸軍は、ラニーミード級汎用揚陸艇を35隻保有、運用しており、主力の重戦車である M1 エイブラムスを、最大で5両収容することが可能とされている。来月の2022年4月には、
航空自衛隊とオーストラリア空軍との空中給油の適合性確認試験も予定されており、すでに愛知県の小牧航空基地に、オーストラリア空軍の KC-30A 空中給油輸送機1機が飛来、日本周辺の空海域でのテストに備えている。こちらは、具体的には、航空自衛隊の F2 戦闘機、タンザの A 型と福佐の B 型の各2機ずつ、に対して、オーストラリア空軍の KC-30A 空中給油輸送機が空中給油を行うテストであり、アメリカ軍に、引き続き、相互の運用機能の向上を目的としているとされる。こうした取り組みは、環太平洋地域における、日本の防衛力の強化策の一環として行われるものと考えられており、無論増強著しい中国軍を、念頭において、その対応策の一つであるといえ、今後も継続して行われることになるのだろう。